あなた、一人そう。彼氏と待ち合わせ。偶然ね。私もそうなの。どう待ち人同士、少し、お話ししないあはは。<laughs> そんなに怪しいもんじゃないわよ。勘違いしないで、ね。ちょっと暇をつぶしたいだけ。ねえ、いいでしょうふふ、<laughs> ありがとう。あなた大学生 大学一年生。歳は ?19 歳。私の四つ下か。そう、24歳。都内で OL してる。ところで あなたの彼ってどんな人あもったいぶらずに教えてよ。こういうときって恋バナが、こういうときって恋バナが盛り上がるんじゃないうん。うんうんうん。 かっこよくて優しくて頼りがいがあって、連絡もまめに返してくれる彼なんだ。なんだか素敵。あ、でも、私の彼と似てるかも。そうなの。私の彼もかっこよくて優しくて頼りがいがあって、それでいて連絡もまめで、 本当こんな偶然ってあるのね。うんうんうん。へえ、歳は24。私の彼と一緒。私も彼とためで、24歳。 <laughs> ここまで一緒だなんて、ほんとすごいわね。あ、私の彼だ。おーい。<laughs> 会いたかった。 どうしたの顔色悪いわよ。え私の彼なんですけどって <laughs> 何言ってるのあなた。っていうのはここまでにするわ。 今日はあなたに用があったの。あなたも、逃げようとか思わないでね。あなたがこの子と浮気してたの、私知ってたんだから。だんだん怯えてきてる。 取って食ったりしないわよ。ただ、私の最愛の人の浮気相手がどんな女か見てみたかったんだもん。言い訳しないで。浮気は浮気でしょっていうか、 この人とは今日でお別れするつもりだったの。でも、今のまま別れたら尺じゃないだから、あんたたち二人をびっくりさせてやろっかなって思って。 私が知らないとでも思ってたそういうところがガキなんだよ。まああなたはこいつのこと好き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 って感じなんだろうけどこんな奴と付き合って メリットなんてないから。何よく彼の前でそんなこと言えますねって <laughs> あなたは面白いこと言うのね言えるよ女って一度冷めたらもう戻らないんだってよっぽどのことがないとねあなたと浮気してるって知った瞬間私の中で何かが壊れた あんたたちのせいよ。ま、せいぜいこの浮気男と頑張って。私は降りるから。まあ、この後どうしようとあなたの勝手だけど。 私のお風呂でいいんだったら、あなたにあげる。似た者同士、父くりあってればじゃ、さようなら。